バーサイド藤沢シュート、先制点鹿児島1対0。最後決めたのは田中シュートでした。五稜からのボール、ファーサイドフリーでした。藤沢に預けて、最後バウンドしたボールこぼれたところ、田中シュートがシュート放っていって、鹿児島が先制しました。いい形で先制しました鹿児島です。今シーズン田中シュートは初ゴール。うまくフリーの選手、ここに琉球の選手つくことができませんでした。